EU ・ヨーロッパ連合のミシェル大統領は、e、EU の首脳会議でウクライナ侵攻への制裁としてロシア産の石油の輸入を部分的に禁止することで合意したと発表しました。三十日に始まった EU 首脳会議では、石油の禁用を含むロシアへの制裁について話し合われていました。ロシア産石油の輸入量が多いハンガリーは、 経済への大打撃になると追加制裁に難色を示していました。協議は断交していましたが、EU のミシェル大統領がロシア産の石油の輸入を禁止することで合意したと発表しました。対象は EU へのすべての輸入量の三分の二以上とし、部分的に金融とする妥協案で折り合った形です。また、ロシア銀行最大手のズベルバンクを 国際決済ネットワークの SWIFT から排除することでも合意したということです。